School of Lock. Girls Locks. Girls Locks. 生徒の皆さんこんばんは。スクールオブロックの女子クラス3週目担当、欅坂46の平手友梨乃と、欅坂46の斉藤冬香です。うわー、危なっかしいだ。何来ると思った？考えてなかったか。でもいつも予想してるよね。そう、知ってるよ。私あれかなと思った。 W。 あー、全然違うやん。ちょっとね、昨日から女子クラスにお邪魔してるんですけど、皆さん今日もよろしくお願いします。はい。ということで今日もここにいるメンバーのふーちゃんと授業をしていきます。さっきさ、アンケート書いてたでしょ。アンケート？あ、なんか書いてくださいってやったやつ。ダミーでした。え？あ、え？でも、え？あのさ、真面目に書きすぎじゃない？ちょっと待って、超恥ずかしい。言わない言わない。めっちゃ敬語だから絶対言わない。え、だってなんかもう、やばいもん。うわ、やだやだ。だって、普段よく聴く音楽、またはよく聴いていた音楽。最近は寝るときにクラシック。移動時間にサザンオールスターズさんやビーズさんを聴いています。最近ね。マネージャーの安さんについて自由にお書きください。ジムの話やランニングの話をするのが楽しいです。すごくストイックなので憧れです。めっちゃ恥ずかしい。やばいそれ。ね、ウケる。これは、ぜひ放送後期に出したいと思います。だってやばいもん。紹介しきれないけどさ、だってやばいんだもん。もう敬語ね。かしこまっちゃって、めっちゃ真面目に書いてると思ってからちょっとやめて。はい、今日はせっかくふーちゃんもいるので、2人で一緒に生徒のみんなから届いている書き込みをチェックしていきたいと思います。はい。埼玉県14歳女の子、ラジオネームゆりなちゃん大好きゆのちゃん。こんばんは。斉藤冬香ちゃんのブログにテチが登場していましたね。顔がほとんど隠れていましたが、私は一瞬で気づきましたよ。だって、載せたんだ、ね、載せたよ。だってね、ちゃんと載せたいから撮ってって言ったら、なんかまず嫌だって言ったり、そう、まず嫌だって言ったね。嫌だって言って、で前でも一回撮ろうって言って、撮ったらなんかやばいポーズして載せられないのを撮ろうとしたから、私がうまく撮る直前に手で隠していいの撮れたんだよね。本当ありえないと思った。めっちゃ笑顔のね、めっちゃ笑ってたから目がこう潰れてて見えなかったのよ、ね、目開けたらそうなってて、ちょっと、まあでもブログに載せたのとはね、それは違うやつなんだけど、あれさ、結構かけるめっちゃ声でかく出しちゃって、みたいな。そうそうそう、めっちゃみんなに振り向かれた覚えがあるもん。そう、最悪みたいな。ありえないんだから。めっちゃ覚えてるし、イエーイって思ったね。マジ。え、そういえば前に写真部で写るんですを使ってメンバーを撮ってきた時に、ふーちゃんに渡して写真を撮ってもらったことあったよね。撮りましたよ。見てこれ、懐かしい。懐かしい。これ運動会だよ。いや絶対今こんな顔してくんないじゃん。こんな絶対しないでしょ。こんなさ、ピース裏にしてさ。でもするよ。本当に？むーちゃん。かわいい。これかわいいね。いつでもかわいい。これ多分 M ステの楽屋かな。楽屋だね。なんかこれポニョみたいじゃない？ポニョのさ、進化系の途中。めっちゃ自虐するやん。めっちゃ似てない？なんか一時期さ、ポニョにさ、似てるっていうのでさ、結構話してたよね。あったっけ？結構前、結構前。なんかポニョって呼ばれたじゃん、メンバーに。覚えてない。呼ばれてたよ。テチしか覚えてないんだけど。いいね、その自分で言う感じいいよ。まあまた渡すから撮ってきてよ。しょうがない、ね、ということでよろしく。好きでしょ、メンバー撮るの。うん、割と。じゃあ続いての書き込みいきます。はい。兵庫県15歳男の子、ラジオネームリルくん。こんばんは。今年も欅共和国の季節がやってきましたね。去年は受験生でライブに行くことができなかったのですが、今年は7月22日の最終日に行かせていただきます。野外ライブに行ったことがないので、野外ならではの演出などとても楽しみです。だって。どうですか、リハーサルは。リハーサル、うん、どうですか？まあまだまだよね。まだまだだね。ね、もうあれはまだ見せれるレベルじゃないよね。うん、当たり前やん。
まあこれからって感じだよね。うん、いやでも結構欅ってこうさ、だんだんギアかかってくるから、うん、それで詰めて、意外ともう時間ないそれそれなのよね、意外と時間がないから、ね、もう本当本番の直前までやるもんね、ギリギリまで。そうだね、本当にギリギリまで、ね、みんなで確認するから、うん、大丈夫よ。まあね、去年みんなもすごい楽しかったって言ってたライブだから、今年もそういうライブになればいいよね、うん、お客さんも、うん、そうね、ね。じゃあ続いて、静岡県14歳女の子リエルちゃん、うん、欅共和国の平井心席当たった、うん、2年連続入国許可いただきました、うん、ですって。おお、平井心席って、平井心席ってなんかあるらしいよ、なんか追加で募集された席みたいな、うん、だから多分最初はなかった予定だけど、うん、途中で増えた席みたいな。平井心席、本当に電柱の近くの席ってことじゃなくて、そう、だから平井心の近くの席ってこと、うん、だから多分なんか平井心席、電柱の近くってこと、電柱、電柱ってか平井心、え、電柱みたいなやつが平井心って言うんでしょ、うん、まあなんかだから、うん、こういう、うん、だからライブの中、ライブでこういう電柱の近くに椅子ってことじゃ、うん、あ、まあまあそうそう、多分その周り付近にあるんだと思う。そんなあったっけ、わかんない、平井心を去年見てないだよね、うん、そうだよね、だからね、探したいね、現地行ったらそうだね、ここにあったの、早く入るしね、そうね、平井心、平井心席って謎の、なんか名前かっこいいしね、確かに、うん、よかった、まあ、でも楽しんで見つけてあげてよ、うん、そうね、手振ってあげて、そうだね、思いっきりのスマイル、リエル、リエルさん思い叫んであげてね、イエルって見てるよ怖い怖い、君が気になってしまうよ、雨の臭いその存在だって誰も理解できない、ネガティブネガティブネガティブくらい目をしている、そんな不器用さを守るには僕がその盾になるしかない、世の中の常識で傷つくのなら君が代わりに僕が炎上してやるさ、リーチだってそばで立ててやるよ、悪意からの嫌い心、そうだね、まあ、平井親戚行っちゃうかもしれないね、ヤフーちゃんは行っていいよ、ヤフーちゃんは行っていいよ、ずっと平井親戚でさ、うん、ずっと踊ってるっていう、だからそれをさ、うん、もうさ今の段階にさ、うん、スタッフさんたちに言っといてさ、あ、そういうこと、そう、私平井親戚の近くに、そうそうそう、あの立ち位置お願いします、振り晴らしの時とかさ、これでももう言っちゃったからさ、絶対さ平井親戚行かなきゃ、私確かに、でも本当に平井親戚がさまだどこか分かんないからさ、確かに、どうするの、すっごい遠いとこなんだすごい、いいじゃん、行けばでいいじゃん、そうだ、ね、行けばいいじゃん、うん、行くしかないね、絶対行きますわ、じゃあ行って、でもどうすんの、ん、行ってどうすんの、行って挨拶する、国民の皆さんに、平井親戚の国民の皆さんにちゃんと挨拶して、うん、じゃあふーちゃんもう平井親戚担当ね、担当、そうそうそう、うん、そうするわ、うん、じゃあもうそれ明日よ、よろしくお願いします、明日も平井親戚の皆さん、高井先生に言おう、言うね、オッケー、いいじゃん、じゃあ続いていきます茨城県17歳女の子ラジオネームミルケリアアットマークスクールオブロックちゃん、私は22日に欅共和国に入国します、いやー楽しみ楽しみかける無限、楽しみの一つは衣装、どんな衣装で出てくれるのか楽しみ、あ、今年も入国の際の注意事項があれば教えて、入国みたいになってるの、そういう言い方になってるのみたい、なんかだから、うん、その入国ライブに来れたファンの方のことをなんか国民、うん、共和国民みたいな、何それ、共和国民言って国民になる、その共和国のっていう風に、面白いよね、あでも、うん、すっごい怖い、うん、去年、うん、なんか注意事項みたいので、うん、あ、こっち側が言ったかも、入国される際はみたいな、そうみたいな、国民の皆さんは濡れないような格好でみたいな出した気がする、私だえ、何なの、そう、え、もうスタッフさんと一緒に、あ、考えたの、ちょっとね、やりたいっつって、やば、自分やん、自分かもしれない
ごめんなさい皆さん。うわいいねでもいいよいいよ。衣装だって。でもさ確かに野外だからさ、うん、あんまりお昼間とか照明が効かないからさ、うんうんうん、衣装で見せていくしかないからさ。そうね。衣装は確かにね。あと入国の際の注意事項があれば教えてだって。絶対言っといた方がいいよ。どうぞ。え？私が言うの？うん。でもなんかさここでさ、絶対っていうのもなんかさ確かに。それは本人のそう判断にお任せしますが、まあ着替えは持っていった方がいいんじゃないかなっていうね。それだけだね言えるのは。そうだね。うん、まああとはなんかバカ騒ぎできる覚悟があればって感じじゃない？テンションね。そうだよね。その2つかな。そう夏だからこそできる瀬取りだったり、うん、演出だったりっていう感じしてるもんね。そうね。そう。そうね。なんかユニットに限らずさ、うん、全員出てきたりとかも去年したじゃん。うん、したね。そう、だから、できるだけね、距離が近いとこでやるかもしれないし。かもね。さあ、楽しみですか？楽しみに決まってんじゃん。へえ。だってなんか、こうね、メンバーが雑誌とか、うん、ブログとかでもこう、一番楽しかったライブは何ですかっていうので、うん、ほとんどのメンバーが、共和国って言って。あ、そうなんだ。そう多分ねやっぱ達成感もあっただろうし。何なんだろうね野外が初めてだった、うん、例えば水を使うやつとか、うん、楽しかったのかな。それもあるしやっぱなんかめっちゃ練習してめっちゃ緊張して、まあね、そうそうでやっぱ成功したので、うん、うん、そうだね。まあ去年よりはいいものにはしたいし、もちろんレベルも高いものにはしたいので。そうね。あとはフーチンよろしく。おいおいそこはしーちゃん、しーちゃんじゃねえここで誰だ、ここで急に誰だ、ここで急にしーちゃん出てきた。しーちゃん違う、さとしは違う、フーちゃんの仕事やん。せやな、こっからは頑張るで。こっからはね、こっからね、うん、頑張る。よろしくよろしく。まで私も仕事はあるけども、うん、そうよ。そうね、一緒に頑張ろう。オッケー。この曲は欅坂46の手をつないで帰ろうかです。久々に聞いたな。久々に聞いたね。かわいいね。かわいいね。1年くらいやってないね。行ってないね。まあ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 いい曲、うん、いい曲だね、うん、さあ欅共和国2018、いよいよ明日から入国開始。富士急ハイランドコニファーフォレストで3日間にわたってライブを開催します。共和国に入国する生徒は一緒に楽しもうね。というわけで私とはまたまた来月この教室でお会いしましょう。欅坂46の平手友梨奈と斉藤冬香でした。キモハート風ちゃんつけない方がいいと思う。ハート3つついてるの。3つついてるけど忠実にやった方がいいと思う。うん、いいじゃん、やめた方がいいと思う。風ちゃんに合わない。おいおい。